今日はキュアホイップやキュアマカロン、キュアミラクルをシンデレラのお洋服にお着替えさせたり、アイドルのお洋服にお着替えさせたりしちゃうよ。3人にはどんなお洋服が似合うのかな？いろんなお洋服をたくさん試してみよう。まずはキュアホイップ。キュアホイップはどんなお洋服着てみたい？悩んじゃうな。私はやっぱりシンデレラのドレスにお着替えしてみたいな。キュアホイップがシンデレラのドレスにお着替えしてみるよ。綺麗なシンデレラになーれ。うわー、とっても素敵。魔法にかかったみたいに綺麗に大変身。シンデレラのティアラをつけて可愛いプリンセスになれたね。よし、次はキュアミラクル。キュアミラクルもドレスを着てシンデレラになってみよう。このドレス似合うかな？わあ、とってもよく似合うね。このドレスに似合うアクセサリーをつけてと、とっても素敵なシンデレラに大変身。私もシンデレラになっちゃった。次はキュアマカロン。キュアマカロンも可愛いドレスを着てシンデレラになってみよう。キュアマカロンはこのドレスとこのスカートを履いて、キラキラのリボンとこのステッキを持てば、あれ？シンデレラじゃなくって魔法使いになっちゃった。みんなを素敵なお姫様に変身させてあげるわ。キュアホイップシンデレラとキュアミラクルシンデレラ、それからキュアマカロン魔法使い、みんなとっても素敵にお着替えできたね。すっごくよく似合ってるね。3人がシンデレラになった後はアイドルに変身させてみよう。とっても可愛いアイドルの衣装にお着替えさせてみるよ。どんなお洋服が似合うのかな。まずはみんなドレスを脱いでと、よいしょ。ティアラやリボンも外してお着替えスタート。キュアホイップはどんな衣装が似合うかな。元気いっぱいのキュアホイップにはトロピカルカラーのこのドレス、どうかな。よいしょっと。わあ、すっごくよく似合ってるね。お髪にはどんなアクセサリーつけようかな。このお花のカチューシャ、どうかな。わあ、かわいい。キュアホイップのアイドル姿素敵だね。マイクを持って元気いっぱい歌って踊っちゃおう。次はキュアミラクルだよ。キュアミラクルにはどんな衣装が似合うかな。この衣装も似合いそう。わあ、素敵。こっちはどうかな。わあ、ぴったりだ。キュアミラクルはこの衣装に決定。帽子はこのピアノの帽子。かわいいね。キュアミラクルもかわいいアイドルに大変身だよ。今度はキュアマカロンの番。キュアマカロンにはどんな衣装が似合うかな。この音符が書かれたお洋服素敵だね。キュアマカロンに似合いそう。それとこの水色のお洋服もいいね。どっちが似合うかな。わあ、これも素敵。このお洋服もとってもよく似合う。このお洋服にはこのリボンが合いそうだよね。キュアマカロンはバイオリンが弾けるアイドル。上品で可憐なキュアマカロンにぴったり。ライブでバイオリンを弾きながら踊るのも素敵ね。キュアマカロン、キュアホイップ、キ
キュアミラクルの素敵なアイドルトリオ。それぞれ個性的な衣装とダンス、歌でファンを魅了しちゃうよ。誰の衣装が一番素敵だったかな？下のコメント欄で教えてくれると嬉しいな。どれもみんな綺麗だったよね。歌とダンスで元気をみんなにお届け。プリキュアアイドルの誕生だよ。ワクワクもんだね。みんなに素敵な音色をお届けするわ。今日はいろんなお洋服にお着替えできてとっても楽しかったな。じゃあね、バイバーイ。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくねー。